しましょう。あと3日しかない。このままじゃ間に合いません。どうされました、ペコリーヌ様。バレンタインに間に合うようにカカオを栽培していたんですが、実がなるまでもう少しかかりそうなんですよ。栽培って、バレンタインチョコをカカオから作るバカがどこにいるのよ。キャルちゃん、いいですか。私たち美食殿は美味しいお米のためなら収穫に行き、美味しい食材があると聞けば狩りに行く、そんなギルドじゃないですか。そんなギルドじゃないわよ。美味しいバレンタインチョコのためなら一からだって作ります。わかったわかった。でも間に合わないならしょうがないでしょ。今ランドスル中の商店はどこもバレンタインチョコを扱っているから、一番美味しいやつを探しに行きましょう。はーい。コロスケも行くでしょ。お供させていただきます。ですが主様にバレンタインチョコを渡すのは至難の業かと。どういうことですか。バレンタイン当日、主様は分単位で予定が組まれております。はあ、女性のお知り合いが多すぎるのも考えものですね。チョコレートを作るよりチョコレートを渡す方が大変そうね。プリコネチャンネルリダイブ。ラジオを聴きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす。ペコリーヌ役マオです。ラジオを聴きの主様、おいっす。コッコレ役伊藤美久です。ラジオを聴きの皆さん、ぶっこおいっす。ケル役立花梨花です。今回のオープニングショーでドン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 、コント台本はプリコネームシルバーペンギンさんの投稿でした。いやなんかリアルにありそう。そうですね、分単位ですよ。分単位モテなんだからすごいな、羨ましい限りですよ。はい、そしてですね、今回のオープニングの話題、プリンセストークも届いております。はい、お題はこちら。プリコネーム、かっこ様付け希望、 RG 様様ありがとうございます。いつもの皆さん、おいっす。おいっす。そろそろ人生の悲劇と喜劇が展開されるバレンタインデーですね。そこで質問です。皆さんが一緒にチョコレートを食べたいプリンセスは誰ですか。チョコの種類は何でも構いませんので、ぜひお答えください。チョコってそんな種類種類、あ、ケーキとか、あー、そういうことか。そういうことなれば、お、みやこちゃんにチョコプリン食べて、すごいの、こんなの初めてなのって目キラキラさせてほしい。あー、いいですね。かわいいの、かわいいチョコプリン。チョコプリン食べてくれるかな。チョコプリン与え、こんなのはプリンじゃないのっていう。あー、そしたら私あのプリンにされるかもしれない。食べられちゃって、ダメなの、卵じゃない。まあ、それはそれで、それ悪くない。ダメですよ、ちょっと。プリンになっちゃうバレンタイン。あー、逆にな。ジエルから欲しいな。くれるかな。なんかこうデコデコしたやつくれそう。なるほどね。派手派手の、うんうん、チョコ本当にみたいな、うわ、やつとかくれないかな。え、もう私ごめんなさいね、ゆいさんの手作りトリュフが食べたい。あー、ずるいぞ。ずるいぞ。王道ずるいぞ。トリュフいいな。トリュフとか願いを込めてコロコロ作ってるんだろうな。あ、かわいい。かわいいな。あ、エプロン姿いいですね。いいですね。キャルちゃんから猫の形のチョコとかも欲しい。欲しい。うわー、ちょっと耳ついてる形くれる時も積んでるんでしょ。別にあんたのために作ったわけじゃないけど、余ったからあげるみたいな。ありがとう。ありがとう。何そう。いやー、うん、いいですね。そうか、もうすぐですもんね。想像するのはただですから。いい、本当、うん、いっぱい妄想しましょう。しましょう。さて、プリコネチャンネルリダイブ。この番組はゲーム、そしてアニメ、プリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第178回。プリコネチャンネルリダイブ。この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネインフォメパート1。
ここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。現在アニバーサリーストーリーイベント絆つないで心を結んでを開催中です。皆様、前編のお話はお楽しみいただけていますか？いよいよ物語もクライマックス。2月10日からは後編のお話が登場していますよ。イベントを進めると偽装族バージョンのゆいちゃんのメモリーピースがたくさん入手できます。ゆいちゃんをパワーアップさせるチャンスですので、ぜひプレイしてみてください。現在ゲーム内で3周年カウントダウンログインボーナスを開催中です。キャンペーン期間中にログインすると最大ジュエル1700個ゲットのチャンスですよ。お見逃しなく。また2月28日お昼の11時59分までの間はストーリー画面に表示されているミニバナーよりサードアニバーサリーカウントダウンログインボーナスのストーリーを見返すことができますよ。アップデート情報です。2月15日にメインクエストのエリア43が追加予定です。こちらのメインクエストエリア43の追加に合わせてメインストーリー第2部第6章後半と新たな装備品が追加実装されます。これによりキャラのランクを20まで上げることができるようになります。うん。そしてプレイヤーレベルとキャラレベルの上限が187から190に引き上げられますよ。お、新しいエリア物語の続き、キャラのさらなる強化が解禁されますので、皆様お楽しみに。同じく2月15日に家具ショップで家具の復刻販売が行われます。昨年2月に販売されていた家具が復刻されます。お楽しみに。今回復刻される家具は期間限定での販売となっておりますので、ご注意ください。さらに同じく2月15日に各ショップのラインナップに装備品の追加、マスターショップのラインナップにプリンセスフォームの日和ちゃんのメモリーピースが追加されます。こちらもお楽しみに。さらに3周年当日の2月15日21時から公式生放送を予定しております。今回は3周年を記念してゲーム内の最新情報だけでなく、データレポートや豪華プレゼントなど特別な内容でお届けいたします。ゲーム内にとどまらない新情報も、ということで皆さんぜひご覧ください。はい、また生放送当日はリツイートキャンペーンを開催いたします。プリンセスコネクトリダイブの公式ツイッターアカウントをフォローし、対象のキャンペーンツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で3名様に、真央さん、私伊藤美久、立花梨花さんの3人のプリントサイン入り額縁付き限定書き下ろしイラストをプレゼントいたします。ぜひご参加ください。以上、プリコネインフォメパート1でした。この後も最新情報をお伝えいたします。お楽しみに。プリコネチャンネルリダイブ。改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコラ役伊藤美久です。パーソナリティのケル役立花梨花です。今回の番組前半はこちら、推しプリー。はーい、こちらはリスナーの皆さんの一押しのプリンセスについて投稿していただくコーナーです。うん、はい、はい、今回もはいいっぱいいっぱい届いています。いや、yeah. yeah. プリコネームランドソル王国騎士さんからいただきました。ありがとうございます。美食伝のお三方、おいっす。おいっ す。僕の推しプリはしずるです。はー、うん、見た目だけでもう最高なのに、弟くん思いがあると知った時は真っ先に自分のお姉ちゃんになったらと思い浮かべてしまいました。それにバレンタインしずる、あれはもう反則級です。うん、めっちゃわかる。うん、いいよね、はい、いやバレンタインのしずるお姉ちゃんマジで普通に頼もしい。そう、頼もしいし、ありがたいし、うんうん、どんどんいきましょう。続いてプリコネームハレアさんからいただきました。ありがとうございます。僕はチエルが推しです、うん、なぜかというとチェル語というわけのわからゲーホゲーホなど自分のやりたいことをとことんやるという自分を貫き通しているところがすごく尊敬できます。僕も自分の意思を貫き通したいときはチエルを見習いたいです。チェルーンといただきました。確かに、だいぶハート強めにね、うん、そうですね、はい、好きなことを好きと言う、うんうん、かっこいいですね、うん、好きなことを好きと言えるってすごいよねってキャルも歌ってた気がする。うん、大事よね、大事よ、大事なのよ。確かに、確かに、うん、かわいいしね。では続きましてプリコネーム
すごい麦シュワの姿さんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様おいっす。おいっす。初投稿です。あらよ、どうもございます。私の推しプリンは高笑いするお嬢様や幼馴染なお嬢様もいますが、一番はゆかりさんです。あ、麦島ね、元聖騎士現メルクリウス財団の財務担当というハイスペックレディーかと思いきや、飲んでやらかしちゃったり素に戻って反省したりギャップの塊か。もうめちゃくちゃ可愛いです。可愛すぎます、うん、星1キャラなのに最強クラスのサポート性能を持っているところも魅力、うん、クエスト、ダンジョン、ルナの塔、クランバトル、アリーナ、すべてで活躍しちゃうんです。皆さんもぜひ麦シュワ片手に使ってみてくださいということですね。いやー、確かに一番最初はそっか、ゆかりさん星1キャラだった。今ではもう欠かせないですね。あれですよね、ほんと強い、強いイメージ、ギャップ可愛いし、うーん、スペック、いい表情してんだよな。うん、じゃあ続きまして、プリコネームクラッチベベベイベーさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様おいーす。おいーす。僕の推しはリマちゃんです。うん、うん、あのモフモフで元気いっぱいのリマちゃんにいつも元気をもらっています。ですが現在アプリ内のプロフィールのキャラクターをリマちゃんにしている方が少なくてビエンとなっています。おー、うんうん、これからリマちゃん推しが増えていくことを願って毎日モフモフしていこうと思います。リマ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 いただきました。かわいい。そうか、うん、プロフィールのところか。はい。ああ、うんうん、そうか、私割とちょこちょこ見るんだけどな。うんうんうん、多いかもよ、うん、知らないだけで。そうだそうだ、いるはずだ、いるはずだよ。モフ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 。続いてまいりましょう。プリコネームしげさんかけーさん、ありがとうございます。しげさんかっけーさん、しげさんかっけーさん、はい、ありがとうございます。まおさん、みくさん、りかさん、おいっす。おいっす。いつも楽しくラジオを拝聴させていただいています。ありがとうございます。僕の推しのプリンセスは壊し屋デストロイヤーのヤンデレエリコさんです。うん、前まではヤンデレで怖いところが多めのイメージがあり、それほど好きではござらなかったのです。うん、しかしエリコさんのキャラストーリーを見て、子供に優しく家事もできるということを知り、ギャップ萌えしてとても好きになりました。それからエリコさんを星5に速攻上げ、レベル、装備ランク、専用装備を速攻マックスにしました。うん、マナ&メモピ大量消費から、プリコネガチ勢のお三方は推しのためならメモピ使ってでもあげたくなる気持ち分かりませんでしょうか。分かる分かる。そしてエリコさんはまだ星6が実装されていないのです。ですので運営様、どうかどうかエリコさんの星6を実装してください、お願いしますと。うん、いただきましたけれども、はい、エリコさんへの愛がすごいですね。ハマると一気にね、やっぱ使っちゃいますもんね。ねー、いやー、そうなんですよね。一気にマナがなくなる、なくなる、なるのはあるあるですね。あるある。星6待ってます。強くなるんだろうな。いやー、どうなるんだろうな。では続きまして、プリコネーム卵かけられご飯さんからいただきました。あら、ありがとうございます。ます。美食伝の皆様おいっす。おいっす。プリコネデビューして今日で1周年を迎えたので初めて投稿させていただきます。ありがとうございます。おめでとう&ありがとう。僕の推しプリはペコさんです。うん、とあるエピソードでの結婚しちゃいますかというセリフ、ペコさんの直球すぎるこの一言に不覚にも心を打ち抜かれてしまいました。ペコさんのことをあれやこれやと知っていくうちに、この子だけは一生推していこうと思うようになり、真っ先に星6開花したのもペコさんでした。ん、特にメインストーリーの途中で明かされたペコさんが、恋してもいいですか、抱きしめてもいいですかと問いかける理由には思わず涙してしまいました。いつも守ってくれるペコさんを守ってあげたいとも思った瞬間でした。あまり長く書くと愛情が重すぎてやばいですねと言われそうなので、総括すると天真爛漫で食欲旺盛なところも守ってあげたくなるところももろもろ含めてペコさんが大好きです。ペコさん、恋してもいいですか。 PS、 プリペコさんは早々とお迎えできたのですが、水着ペコさんも晴れ着ペコさんもお迎えできていません。復刻を絶望しております。ありがとうございます。すごい、うん、いや、重そう。そんなんじゃへこたれません。もっと来い来い。うわいい、嘘、バ
愛の倍送ってきてくれるかも。そう、いやでも嬉しいですね。うんうん、いやありがとうございます。いろいろ知れば知るほどペコちゃん好きになりますよね、うんうん、確かに、うん、いやね、水着ペコも晴れ着ペコも、うん、ね、そのうち来てほしいね。ね、卵かけられご飯食べられちゃいそうですね。本当食べられちゃうよ。本当だ、ご飯ですもんね。ご飯だから、うん、美味しそうな名前だと美味しくいただいちゃいましょう。はい、ということで以上今回の番組前半は推しプリをお届けしました。お気に入りのキャラクターに出会ったら投稿お願いします。ゲームプリコネにはキャラクター、ストーリー、バトル、イベント、ギルドハウスなど多彩な要素がありますので、いろんな角度からメール送ってみてください。投稿よろしくお願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。プリコネインフォメパート2。復刻イベント情報です。2月16日より復刻ストーリーイベント魔法少女2人はミスティン&ピアリーを開催予定です。今回の復刻イベントではイベント限定キャラとして魔法少女姿のしおりちゃんが再登場。イベント期間中に条件を満たすと仲間にできるので、まだプレイしたことがないという方はこの機会にぜひプレイしてみてください。2月18日よりサイドストーリーに王都の名探偵嘆きのストーカーを追加予定です。いつでもストーリーイベントがプレイできるようになるので、ぜひ遊んでみてくださいね。ストーリーイベントを進めるとまことちゃんとゆきちゃんのメモリーピースが手に入りますよ。サイドストーリーではこれからもプレイ可能なストーリーイベントを順次追加予定なので、お見逃しなく。そしてルナの塔の開催情報です。2月18日からルナの塔を開催予定です。ちかちゃんとみやこちゃんが紡ぐ物語の後半が追加されますよ。今回はどんな記憶のかけらなのか、どんな展開になるのか、皆様お楽しみに。キャンペーン情報です。2月14日からダンジョンマナドロップ量2倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中、ダンジョンクリア時に獲得できるマナの量が2倍になります。そして大変お待たせいたしました、2月15日についにバトルアリーナ&プリンセスアリーナのスキップ機能が登場します。わー、待ってた。いただいたご意見をもとにより良いアップデートとしてお届けするため公開日時を延期しておりました。お待たせして申し訳ございません。今までよりもお手軽にバトルアリーナやプリンセスアリーナをプレイできるようになるので、皆さんお楽しみに。ではここで一曲お聴きください。アニバーサリーストーリーイベント絆つないで心結んでのテーマ、こっころ CV 伊藤美久で心思い。暮れゆく夕焼け空見上げながら二人で一番星探す帰り読み切ってくれ、読んでくれ、本当にもうこの曲、もうこれがもうこのためなんかっていうぐらいぴったり、ね、ぴったりですね。しかもエンディングですから、うん、映像とともにですよ。ねえ、あいやー、あーてーみんないっぱい聞いてくれ、うん、プリコネチャンネルリダイブ。
今回の後半はこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、プリンセスが SNS を開設、誰がどんな投稿をしたの特集です。これ好き、はい、じゃあ早速プリコネームカレーは飲み物さんからの、プリンセスが SNS を開設、しおりがどんな投稿をした。情報を求む。お姉ちゃんがまたいなくなりました。またあ、すぐねいなくなっちゃいますからね、あ、でも便利ですね、 SNS 探してもらえますからね、はい、うん、お、続いても同じ方ですよ。プリコネームカレーは飲み物さんからの、プリンセスが SNS を開設、初音がどんな投稿をした。ヘルプ、私は今どこにいるのでしょうか。わからなくなってる、うんうん、またね流れどっか行っちゃったのかな、ここはどこってみんながみんながみんな、はい、ね、拡散してくれますよ。では続きまして、プリコネームペッコリーネさんからの、プリンセスが SNS を開設、真昼がどんな投稿をした。うちのエリザベスが逃げ出しちまったべ、見かけた方は連絡よろしくだべさ。便利、便利だな、やっぱり今はっていうか、こういう形で逃げんのか。確かに。では続きまして、プリコネームカレーは飲み物さんからの、プリンセスが SNS を開設、ゆかりがどんな投稿をした。あの通りを歩いているカップル、爆発すればいいのに。あ、なんか SNS っぽいわ、つぶやきみたいな感じで。さあ続いても同じ方ですね。プリコネームカレーは飲み物さんからの、プリンセスが SNS を開設、みつきがどんな投稿をした。この投稿のいいねが1000超えたら眼帯外して素顔を晒す。いいね欲しくなっちゃってる、欲しがっちゃってる。いやでも美月さんだったらすぐ超えるでしょ。そうですよ、うん、いや無理しちゃダメ、無理し、見せて、もうちょっと引っ張っていいよ、うん、そう、丸はもうちょっと2個ぐらい、1万、うん、1万ぐらいねとかでやりましょう。リツイートの方がなんか広められ、いや広めたいのか、どうなんだ。難しい、うんうんうん、では続きまして、プリコネームツインディーさんからの、プリンセスが SNS を開設、あかりがどんな投稿をした。自己紹介から意味深だったのですぐに凍結された。これはセンシティブだ。そうか、なるほど、変えちゃったの。では続きまして、プリコネームこといもすいすいさんからの、岸くんが SNS を開設、どんな投稿をした。彼氏とデートナウに使っていいよ。写真付きの投稿、これはもうみんな欲しがっちゃいました。プリンセスたちもみんなこれで、彼氏とデートナウ、彼氏とデートナウ、ハッシュタグハッシュタグってやってますよ。タイムラインが全部キシ君とのみんなデートしてることに。やだー、あれなんか同じが見たことあるぞってなるやつ。あんたもここ行ったのね、ここなる。続いてプリコネームセレンさんからの、プリンセスが SNS を開設、イオ先生がどんな投稿をした。日常生活が天然セクシーすぎて男子中学生にバズりまくる。今時ちょっと刺激強いよ、うん、これやばいぞって言ってあれもうみんなね、千いいねどころじゃないよ。では続きまして、プリコネームタウリンクさんからの、プリンセスが SNS を開設、カリンとペコリーヌがどんな投稿をした。カリンが素敵な仲間が増えますよとのつぶやきに、ペコリーヌが美味しい魔物でお願いしますねと返信した。そっちが増えんのか、会話になってるのかなってないのか、うん、仲間や言うてる。食べる気だな、食べる気だな。続きまして、こちらもプリコネームタウリンクさんからの、プリンセスが SNS を開設、カリンとコッコロがどんな投稿をした。カリンが素敵な仲間が増えますよとのつぶやきに、コッコロはこれ以上
女友達増やすのはやめてくださいカリン様と返信した。 DM でやってくれる返信みんなに見られちゃいますから、本当だよ、恥ずかしいよ心あわあわしちゃう大丈夫って続いて最後ですね。プリコネーム新田さんからのプリンセスが SNS を解説、リノがどんな投稿をした。今日もクレープ屋さんで働きながら世界の謎を解明する秘密結社ラビリンスとしてのお仕事も頑張るぞ。いや全部言って、全部言っちゃった。言っちゃってんだよ。あ、クレープ屋さんにいるんだってなるし。すぐ拡散されるよ。もうダメだよ。気をつけてね。誤爆じゃんこれ。いやー、ということで、他にもたくさんありがとうございました、うん。今回の番組後半はプリコネ大喜利をお届けしました。現在募集中のお題はプリンセスが SNS を開設、誰がどんな投稿をした、プリコネスゴロク発売どんなマスがある、プリンセスがあのギルドを脱退どうして、次はどのギルドに入るです。楽しい回答を思いついたら投稿お願いします。プリコネチャンネルリライブ。さて今回は発売中の CD プリンセスコネクトリダイブロストプリンセスようこそ美食殿へより、日だまりを聞きながらお別れです。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければ、スタッフさんが仕分けしますので、お気軽に送ってください。投稿を心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに。はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームカレーは飲み物さんです。うん、今回大活躍でした。ありがとうございます。プリコネームカレーは飲み物さんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp、 プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信、次回第179回は2月18日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。ではプリコネチャンネルリダイブ第178回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリライブ。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。お疲れ様でした。いやー、なんかもうあっという間に3周年なんですね。だねー、早い。3周年か、すごい。すぐだ。うん、そっか、2月15日か。はい、しかも今回はもう今年は、うん、当日に生放送ができるっていうこと。嬉しい、当日に、当日皆さんでおめでとうってできる、お祝いですね。うん、嬉しいですね。いや、でも3周年でしょ、情報すごそうじゃない、うん、すごそう。確かに、うんうんうん、お知らせでもゲーム内以外でのなんか情報も新情報も盛りだくさんですみたいな。そうだ、はい、何なんだろう、お知らせさせていただいたんで、うんうん、もうそれも気になって気になって、毎回いっぱいですからね、情報。え、ついにプリコネコラボ田んぼとかできるのかな。あー、欲しい。土地買うのプリコネが。リアルに収穫できちゃう。やった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 田んぼやった、個人の願望ですか、ね、願望でもそれぐらい、なんかでも楽しみですね、うんうん、ね、楽しみ。皆さんもぜひぜひね、一緒に楽しんでください。よろしくお願いします、はい、お願いします。それではまた来週お会いしましょう。ゲームもアニメもラジオもお楽しみに。バイバーイ。